はい、えー、土日なんで、相場解説、ちょっと今はね、相場が動いてないんですけども、金曜日の相場解説で、え二つのね、エントリーポイントと、おなんか、ロスカットを食らっちゃったよって放送を追加でしましたけども、その後です。えっとね、エントリーして、ロスカットを食らってっていう流れがありましたけども、ここね、前回の動画見ていただきたいんですけども、その後もう一回、エントリーポイントを、今度はこちらに設定しましたよね。 こちらに設定した後、伸びていった上昇波動が、この、ロスカットラインに引っかからずにね、おかげさまで今、ここに浮いてる状態です。124円の356ですよね。だこれが125円に行くところまで、このまま維持していこうかと思いますね。まあ、ゼロライン設定はせずに、このまましばらく、まあ、放置でいいんじゃないかなっていうところです。まあ、これを前提に週明けを狙っていこうかなっていうところですね、今回は。 だから前回、ロスカットを食らって、改めてエントリーポイント設定しましたけども、こういう風にすると、だんだんエントリーポイントが正確になってくるでしょってことですね、だからロスカット食らったから、あとは次のエントリーポイントを設定せずに待っているのではなくって、これ、125円から130円までっていう風に、他の時間軸や他の材料で目算立てたわけですから、やっぱり1トライ、2トライ、3トライぐらいするぐらいのね、余力を持っていきたいですよね、そのためのリスクリアードであり、ロスカットライン設定ですからね。 はい、じゃあ以上でございます、えー、月曜日またお会いしましょう。